この世界はもはや道など存在しない。いい加減諦めを知れ。俺の中には諦めなんてもんはねえ。最後に勝つのは俺たちだ。螺旋手剣。さすがに疑ってはさっさと呼べ。 さっさと呼べ。 消えろ。 能力は今回だけだ。 上出来だ。距離を取るか。 なぜここまで抵抗する？もはや無限つくよみ発動まで時間の問題だ。お前たちの戦争は事実もう終わっている。終わってねえよ。まだ俺とサスケがいる。うん。 その時点で世界は終わりだ。時間はもうないぞ。お前を倒すには十分な時間だ。知らんか。ナルト、次で決着をつけるぞ。おっ眠るのは明日、夢は自分で見る。もうこの世界は終わるのだぞ。それなのになぜ戦う？自分の人道だからだ。まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だからだ。お前たちなめんなよ。お前を耐え切るんだと。ただの忍びごときが消えろ。忍びごときが消えろ。耐え切るだと。力をるか。思いの強さが剣に宿る布ぼこの剣だ。もうお前らは俺に勝てん。サスケ、決めるぞ。なぜ俺はあんなイメージを。俺は第二の陸道剣だ。夢の世界の人を安寧へと導く選ばれた者。木陰など今の俺に関係ない。それはてめえの本心じゃねえだろ。言葉で語ったところで本当の心は変えられねえってばよ。本当のあんたは木陰を逃げるのがこの世の忍びだ。名前のない忍びじゃねえ。陸道仙人でもねえ。あんたが宇宙の王女なんだ。目をしっかり開け。自分の姿をちゃんと見ろ。それが本当に望んだ姿かよ。あんたの夢はおかげになることだったんだろう。あんたの仲間もそれを望んでたんじゃねえのか。仲間、あんたの周りにいた仲間が今のあんたを望んでたと思うか。仲間、もういい加減目覚ませってばよ。